史上最高の勝利の方程式はなあな、コメントにお願いします。スコット哲太郎、浅尾岩瀬やろ、森田佐々木、セットアッパー言われ始めたんが森田佐々木やんな、 IFK、 高崎健太郎、山口俊、地味に一昨年の西武の森脇、平、増田も強かったよな、3人じゃないと方程式っぽくないよな、これが最強やろ、登板数やばすぎる敵、こいつらの他にも盤石な中継ぎがいたという事実、長田、大沼、小野寺のトリプル王はすごかった、岩瀬、ギャラード、さすがに岩瀬はレジェンドやが、いつだかのソフバン SBM48 がきつかった、先発に5回投げられるだけで負けやったから、巨人の勝利の方程式で聞いたことないわ、スコテツ、浅尾、岩瀬やばいな、岩瀬は中継ぎやってた時のがすごかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。